ケス・サバラは、メキシコ・モンテレー出身のサッカー選手。リーガ MX のケレタロ FC 所属。メキシコ代表である。ポジションはミッドフィールダー。CF ・モンテレーの下部組織出身で、クラウスーラ2006のデポルティーボ・ボトルーカ FC 戦でデビューした。かつては、フォワードとしてプレーしていたが、ビクトル・マヌエル・ブセティッチ監督によって、ミッドフィールダーに、コンバートされた。 2011年の 2011FIFA クラブワールドカップでは3位決定戦のエスペランスチュニス戦でチームの3点目を決めた。2011年2月9日、ホセマヌエル・デラトーレ監督のもと、ボスニア・ヘルツェゴビナとの親善試合でメキシコ代表デビューした。同年にはコンカカーフゴールドカップに出場し、決勝ではアメリカを4-2で下して優勝した。 2012年6月12日、2014FIFA フフワールドカップ北、中米カリブ海予選のエルサルバドル代表戦で初得点を挙げた。2013年には FIFA フフコンフェデレーションズカップ2013に出場した。北、中米カリブ海予選では18試合中12試合に出場し、同年9月7日のコスタリカ戦でも得点した。ありがとうございます。